入ってるのありますかね。ちょっとおしゃれなステップを天井に埋め込んで見えないように配置しております。で下はスリッパ、こういった配置をしております。で間接照明が奥にあります。今回は、はい、皆さんこんにちは。今日は、11月の、9日から17日まで開催させていただきます、曙町の家見学会に来ております。今回の、敷地はですね88坪の敷地になりまして、お施主様が土地を購入されて、建物を、38坪の平屋を建てております。外観はですね、片流れの、平屋となります。外壁には、ジョリパッド、正面には、ジョリパッド、いつも使ってる、ジョリパッドを採用させていただいてまして、今回はコの字型の、プライバシーを確保された住まいとなっております。こちらには、カーポートですね、リクシルさんの SC カーポートっていうものが、入っております。ちょっとここに照明とかですねライン照明が入ってまして、非常にちょっと綺麗な、デザインのあるカーポートとなります。でちょうどカーポートと、玄関の向きがちょうどギリギリ重なってるか重ならないかぐらいのところなので、ちょうど雨に濡れない形でこのフロートステップですね、こちらもちょっとここがくぼんでありまして、照明が入ってるの分かりますかね。ちょっとおしゃれなステップを今回作ってみました。でタイルは30センチ60センチ角のタイルになっております。で玄関の正面の外壁だけ少し、東レさんのラップ調サイディングを採用しておりまして、ちょっと雰囲気をここだけ変えております。であの西面と北面はメンテナンスのことも考えて、ガルバリウム、IG 工業の、ガルフライトですね、そういった、メンテナンスに強い外壁材を採用しておりますので、場所によって外壁材の素材も変えております。では中の方にいきます。入って正面ですね、左手側には、土間収納が配置しております。こちらの壁もですね、有効ボードを設置してまして、フックをかけて、帽子をかけたりとか鍵をかけたりできるように、作っております。こちらもまあ扉をなくして、カーテンで、コストダウンも図っておりますので、この辺も、参考にしていただけたらと思います。で入って正面こちらですね、ベンチがありますけども、こちらも手すりを使って、靴を履いたりとか、ベンチを使って、靴を履いたり脱いだりすると非常に、まあ、楽かなっていうところで今回は採用しております。はい、今回ですね、照明計画も、しっかりさせていただいてまして、下駄箱の下ですね、こちらも間接照明を配置したりとか、入ってるところにこの正面左手ですね、こちらには、フィギュアとか置ける棚ですね、大好きご主人さんのお好みのフィギュアを飾っていけるような、棚を作っております。照明もですねこの天井に埋め込んで見えないように配置しております。で下はスリッパを置けるラックですね、ラック置き場を作っております。で今回いいのがですね、玄関入ってすぐに、右手にこうトイレがありまして、こちらも間接照明を入れております。で収納とかはこちらで神谷で、作成させていただきました。でやっぱりトイレが近いと、帰ってきてからすぐ手洗いですね、手洗いうがいとか、トイレが便利に使えるので、こちらもすぐ手洗いをできるように、ちょっと可愛らしいですね、こう愛花工業の、メラニンカウンターにちょっとおしゃれな、照明器具も配置しております。はい、で、こちらの西面には子供部屋が2部屋、配置しております。で正面入ってちょっと難度がありますね、こちらを抜けてくると、リビングに入る形になります。ではリビングの方に入っていきます。はい、
ちら入って正面が、ダイニングテーブルがありまして、奥にキッチンで、奥にリビングという形になっております。こちらちょっとね夜なんで分かりづらいんですけど、こちらがちょうど中庭になってまして、本当は光が、日中光が入ってくるような配置になっておりますね。ちょっと今日暗いので分かりづらいんですけども、ダイニングを中心とした、間取りになっております。でここですね、いろいろ説明したいことがたくさんありますけども、こちらの、照明器具、実はまあ空気霊といって、ここで焼肉とかねやっても煙をこう吸って、くれる、こういった照明器具を今回採用しております。あとですね、間接照明ももちろん上には、配置しておりますので、ここも実はですね猫ちゃんと一緒に生活するということで、キャットウォークなんかをこうリビングの方につけてるんですけど、見えますかね、ちょうど猫ちゃんがちょうど1匹いますね。こういった形でトントントンと上がってって、北側の窓から坪庭が眺めれるような、そういった配置をしております。で間接照明もですね、埃が入ったりとか猫の毛が入ったりするんじゃないかっていうことで、ちゃんとしっかりアクリル板の蓋をしておりますので、この辺の対策もしっかりしております。はい、で、はい、こちらリビングですけども、ちょっと大きなテレビがあります。で、75型かな、こちらは、壁掛けのテレビの、下にはですね、床下エアコンが今回配置しております。こちらを開けると、床下の、エアコンが入っておりまして、でメンテナンスもしやすいようにここの床もですね取り外しができるようにはなっておりますので、ちょっと床が入ってますけど、こういったメンテナンスのことも考えております。で実はまあここのテレビはですね、第一無線さんの方で、スピーカーとかそういったものを設置していただきますので、ここにアンプが入ったりとか、そういったスピーカー置き場として、しっかりとサイズを測って配置しております。壁の方ですね、そういったところもここにもスピーカーがつきますので、見学会の時には、キッチンの上にもダイニングの上にも、今スピーカーがつく予定でおります。はい、でリビング続きにですね、こう畳コーナーですね、ちょっとまだ畳が敷いてないんですけども、ここに、3畳ほどの畳コーナーをつけております。でここは猫ちゃんが、まあ、畳をカリカリやらないように入らないようにしっかりと扉で仕切るようになっております。ちょっと透明のガラスでこういった形で仕切れるようになっております。で実はですね、畳コーナーの、奥にですね、これも途中工事途中かな、奥さんの方でここでちょっと日向ぼっこをしたいなとかということでカウンターをつけて、まあ、座ってこうちょうど本を読んだりとか、日向に当たりながらできるように、ちょっとこれ後で作りました。でここにもスポットライトがあるので、ここで本を読んだりとかっていうことも可能になります。であと足が伸ばせるように、釣り押し入れ収納となっておりまして、下には、今カーテンありますけど、窓が配置して光が入ってくるような形になります。はい、でダイニングの方なんですけども、こちらはですね、このスペースはちょうど猫ちゃんのゲージのスペースになります。なので壁が実はここはキッチンパネルを貼って、まあ、そうそうした時とかも掃除がしやすいように対応しております。まあ、実は今回床もですね、生田の名木フロアっていう床を使っておりまして、まあ、表面が薄い突き板が貼ってあるんですけども、こちらにさらに、フロアコーティングという形で、コーティングを施しております。お施主様の希望でやっておりますので、水とかそういった汚れに強い形になっておりま す, でです、ね、こっちのダイニングキッチンの方ですね、こちらはですね今回 L 型キッチンになります。まあ、L 型キッチンのいいところはですね、こう、非常にまあ洗い物と調理する場所とまあ分かれてますので、作業しやすいっていうところと、まあ、今回はご主人さん奥さんも2人で料理される
ということで、ここの辺を非常に広く取っております。で、リクシルさんのキッチンを採用しておりますけども、後ろには、ちょっと大型の冷蔵庫ですね。こちらも横幅が80センチ以上ありますので、初めにちょっとこういう冷蔵庫を置くよっていうことを言っておかないと入らなくなったりとかしますので、注意してください。で、横には冷凍庫、こちらは冷凍庫を後に置きます。で、実はさらにここのキッチンの後ろにはパントリーもありまして、でここで食品も大量に収納することができます。で、勝手口もありますので外から出れるような形になっております。はい、あとですね、こちらはですね、猫ちゃん専用の扉ですねがついております。ここを抜けると寝室の方につながってくるんですけども、まずこちらを開けていただいておくと、ですね、まずこちら右手の方に行きましょうかね。収納も、壁壁面収納がありまして、でこちらは洗面化粧台があります。はい、今回洗面化粧台は、お世話様の希望で、造作洗面になっております。カウンター下にはですね、乾燥機、乾濯物設置、吸気のデラックスの乾濯物を設置しております。で、下は、まあ、オープンにして足がちょっと入るような形になっております。で、ここもですね、実はゴミ箱置き場になってまして、ちょっとこういった紙とかティッシュとかで拭いたのをすぐしまえるようになっております。まあ、タオルとかでもいいんですけども、濡れたタオルとかずっと置いておくとそこがちょっとかびちゃったりするっていうこともありまして、最近ではこういった手入れの楽な、形で、ティッシュとか紙ペーパーを置く方が増えております。ここの、三面鏡の、下にも鏡がついておりますけども、この鏡も実はもうちょっと外せるようになってまして、ちょっと危ないのでやっていきますけど、カンタ君の、排煙筒がですね、ここに実は隠されております。今回ちょっと壁をわざとちょっと吹かして、鏡を貼っております。で、メンテナンスがしやすいように取り外しができるように配慮しておりますので、この辺も初めに計画の前に、お伝えいただければこういったことも可能になります。はい、で、洗面化粧台なんですけども、鏡もですね、今回は宝スタンダードさんの、三面鏡ですね、入れております。こういった、LED のラインが縦ラインでスッキリして見えるので、この辺のデザインも、まあ、いろんなメーカーあるんですけど、今回は宝さんので採用させていただきました。で、洗面所の横にはですね、縦型の、ビートウォッシュの洗濯機が来ておりまして、その横にお風呂という形になります。お風呂は1620の TOTO のシンガという商品が入っております。浴槽もですね、肩からお湯が出るような片湯だったりとか、ちょっと高級なお風呂になっております。で、もちろん浴室の暖房だったり乾燥、そういった機能も採用しておりまして、洗面所にもですね、暖房が、温風と送風が出る、ドライヤーの代わりになる、そういった、ヤマゼンさんの商品も入っております。こちらで室内干しができるようになっておりますので、後で、アイアンの手すり、アイアンの、ものを採用していきます。はい、トイレもですね、今回平屋ですけども2箇所つけております。こちらのトイレはですね、ちょっと暗い感じの雰囲気にして、ペンダントライトで、壁紙もですね、ちょっとグレー色を採用しております。トイレは、便器はリクシルさんの、商品になっております。で、そのままこちらにいただくと、右手には納戸があるんですけども、奥にこちらが寝室ですね。ちょうど猫ちゃん用の扉もある。扉を開けますね。はい、こちらの寝室はですね、壁掛けのテレビで、ダブルベッド採用しております。北側の方はですね、ちょっとハイサイドのフィックスの窓をつけておりますので、優しい光が常に感じられる空間となっております。で、書斎が奥にあります。今回はここもね、本棚があったりとか、こちらの書斎はですね、結構ご主人さん専用の仕事部屋という形で使っておりますので、はい、
今回はですね、ペットと暮らす、平屋のお家ということで、11月の9日から、17日までのですね、2週にわたって見学会を開催しておりますので、よかったら皆さん、ぜひ来てください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。